はい、どうも姫路のフィットネス芸人のりです。さあ本日はウーヤンがこの度9月にオープンしました大阪府堺市にありますフィットネスジムウィンフィットへの行き方を副音声で解説していきます。南海の堺駅、南海堺駅の改札が3つありましてですね、まあそのうちのどれかの改札を出てください。そうするとこうね、大きな商業施設が見えるんですけども、そっちに行くと、ウィンフィットには着きません。なのでそっちと逆の方向にね進んでいってください。じゃあ、あの橋に変な銅像があってですね、高架下を渡ってですね、あの雰囲気のいい居酒屋がねたくさん並んでますので、またそっちで飲みに行きましょう。でそこからね、割と曲がったりして歩いたら、大きなねこんな道路があります。大きな道路に出て、信号をね確か2回渡ってね、この雨が降ってる道路の信号2回渡ったら大きな橋があるんですけども、またね橋、なんせ橋はね2回渡ります。橋2回渡ったら、緑の看板が目印ですね。ウィンフィットは緑の看板ビルの2階になります。こんな感じでジムに着きます。エレベーター階段で2階に、要はですね、南海堺駅降りて歩いたらビルの2階がウィンフィットです。